シャフリナ・ゴールド・ワッサーは、マサチューセッツ工科大学の電気工学と計算機科学の教授で、イスラエルのワイツマン科学研究所の数学の教授、通称はシャフィ、ニューヨーク生まれ、カーネギー・メロン大学で数学の学士号を取得し、カリフォルニア大学バークレー校で計算機科学の修士号と博士号を取得した。彼女は1983年から MIT に、キングし 1997年に最初の RSA プロフェッサーシップを獲得した。MIT コンピュータ科学人工知能研究所の計算理論グループの一員である。2001年、アメリカ芸術科学アカデミー、2004年、全米科学アカデミー、2005年、全米技術アカデミーの会員、2007年、アイオクレフェローに選ばれた。ゴールド・ワッサーの研究領域は、 計算複雑性理論、暗号理論、計算数論などである。彼女はゼロ知識証明の発明者の一人である。これは追加の知識なしで表明の正当性を外然的かつ対話的に証明する手法であり、暗号設計の重要な手段の一つとなっている。計算複雑性理論では、禁似問題の分類に関して NP の禁似会だけが必要な場合でも、 解を得るのが困難な問題があることを示した。ありがとうございます。